はい、ゲームコレクターの佐々木寛です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはザ・ラスト・オブ・アス・パート1。はい、ザ読むのかな、ちょっとね、ザって読むのか、まあ、英語表記にするとザ・ラスト・オブ・アスでパート1なんですけども、もうまあ元々ね PS3 で発売された時にも英語表記でザ・ラスト・オブ・アスなんだけど、カタカナ表記だとザ・ラスト・オブ・アスなんですよ。で、PS4 で発売されたザ・ラスト・オブ・アスなんだけど、日本語表記にするとラスト・オブ・アスなんですよ。まあ、リマスターとあるけどね。ということなので、まあ、今回もこうザって書いてあるけど、読むときにはラスト・オブ・アスパート1なのかなっていうのを思ってるんだけど、それを見るためには、発売日以降パッケージ見なきゃね、わからないので、ちょっとね、とりあえず今のところはまあ、あ、でもこれ書いてあるのかな？まあいいや。これラストオブアスっていうね、タイトルなわけです。まあとりあえずね、この面見てもわからないのでね、まあ早速サイトの方見ようかと思います。ということでこちら。で、ザ・ラストオブアスパート1ですね。はい。ということで、まあ、この子が、こうなって、で、このサイトになるの、ここになるわけなんですよね。まあ、男の人の方、ていうか、ラストオブアスのパート1って、男の人の方がメインだからね、操作するキャラクターとしては。うん、そう考えると、ちょっと、この扱いの、そうじゃないよって感じがしないことも、まあ、2になるとね、男の人の方がいないからね。まあいいや。はい。ということで。二人で、いや、つまり、ここに何かある。あ、ここにムービーあるじゃん。これ長いのかな。これ見れないのかな。アナウンストレーラー。よし、はい。こんぐらいなら見れる。まあでも PS3 の時代から綺麗なグラフィック、リアルグラフィックで売りだったゲームだから、それがリマスタードで PS4 で出てるのが、また PS5 になったらまあ綺麗になるんだろうけど、でって感じになりそうな気がするんですよね。うん。で、1回やってるっていうか2回やってんだけど、まあいい。とりあえず。うん、どうなんだろう。まあ、確かにリマスタードは実はそんなにね、先まで進めてなかった気がするんですよ。一作目はがっつりクリアまでやったけど、あ、一作目じゃない。PS3 の時はちゃんとやったけど、PS4 版の時には、リマスタードの時は、途中で、ああ、こんな感じか、ってところで切り上げた記憶があるので、まあ。だが今じゃそんなものを持ってる奴から死んでいく。うん。フルリメイクっていうのがね、リマスターじゃないから多分物語的な内容も変わってんのかもしれないですよね、うん、ただそれをまたプレイする重い気持ちになれるか、まあ個人的には緩くね、難易度を緩くしてプレイをする人だから、あんまりこうホラーって感じよりはアクションっていうイメージでプレイしてることの方が多いんですけどね。はい。なんか今自分のサイトを打ってたのが、自分の動画を打ってたのがちょっとあれなんですけど、まあいいや。で、二人で生き抜け、すべての始まりとなった心揺さぶる物語をプレイステーション5で今再び体験せよ。200以上のゲームアワードを受賞したザ・ラスト・オブ・アスの心揺さぶるストーリーと記憶に残るキャラクターがフルリメイクで蘇る。感染者と生存者がせめぎ合う荒廃した世界で、運び屋を、正常とする、なりわいとするジュエルは、14歳の少女エリーの、を軍の隔離、地域から脱出させる仕事を請け負う、軽い仕事のつもりで引き受けた依頼は、やがて国土を横断する過酷な旅へと変わっていく。ザ・ラスト・オブ・アスシングルプレイ用ストーリー本編とエリーとその親友ライリーの、人生を大きく変えた出来事を描く追加エピソード、レフト・バインド残されたものも収録ということなんだけど、とりあえずストーリー的にはなんか依頼を受けて最初乗り気だったのは
相方の女の人の方だったと思うんですよね。でその人が途中で序盤で死んじゃうんですよね。で結局この女の子とこのジョエルとエリーがの2人でこう旅に出る、旅っていうかその後のね、あの目的を達成のために出かける、出かける、まあまあそんな感じの流れだったと思うんですけど、まあであとなんだっけ、レフトバインドは確か PS3 の時にはあのダウンロードコンテンツかなんかだったのかな、 PS4 版に入ってなかったっけな。そう入ってるんですよ、リマスタードの方に入ってるんですよ。で僕確かリマスタードの方でプレイした気がするんだけど、あれまあいいや、あんまいくのネタバレになるからいいや。うん、なのでまあだから全部こうストうん、でもプレイしてそんなに間があるわけでもないんだよな。でプレイステーション5向けにフルリメイク、 PS5 ならではの圧倒的なビジュアル、デュアルセンスワイヤースコントローラーへの完全対応などに加え、ノーティードッグの最新技術を駆使した PS5 エンジンによるゼロからのフルリメイク、うん、ゼロからか。これがね PS6 とかだったらね、ちょっともう少し期間が空いてればね。で原作を忠実に再現、ザ・ラスト・オブ・アースの心揺さぶるストーリーと記憶に残るキャラクターが PS5 向けにフルリメイクで蘇る。エリーと親友ライリーの人生を大きく変えた出来事を描く追加エピソード、レフトバインド残されたものも収録。だからな、同じこと書いてるだけで情報がアップデートされないんだよな。新たなゲームプレイ体験、ゲームプレイメカニクスの向上、操作性の改善、アクセシビリティの拡充など全面的に刷新、エフェクトの改善や探索戦闘の強化により、さらなる没入感を味わおうということですね。まあで PS5 のゲームって大体そうなんだよな、綺麗になってそのコントローラーの機能も使ってるよみたいなね、そういう感じでね、あんまりこうだからって感じになっちゃうんだよね。あでもこれで比較できるのか、これはさ、これはさ、リアル云々っていうより好みだよね。なんか PS4 っていうか PS3 の時のちょっとリアルっぽいんだけどデフォルメっぽいような方が可愛いって感じはあるよね。これは日本人の好み的にどうなのかなって感じはするけど、まあおっさんの顔はね、どっちがどうって言われても、これも好みかな好みかな。広角アングル、これは？まあ申し訳ないんだけど、この3種類の絵を見て出る答えがでって感じなんだよね。だから多分今からラストオブアースを、まあ、みんなに PS3 や PS4 の時にね、いいよいいよって聞いた人がまだプレイしてないんだったらプレイステーション5のがいいのかもしれないけど、すでにプレイしてる人がこれをやってどこまで感動できるかってところはちょっと微妙な気がするな。はい、まあ、あとはこの辺は PS4、あ、なんか質問がある。発売日はいつですか？これはいいや。これはいいや。アップデートの話は、あ、これか。PS3 版および PS4、あ、違う、ラストオブアースまたはラストオブアースリメイク、リマスターか、リマスタードから、PS5 のリメイクにアップデートできますか？できません。ということですね。移植したものではありません。っていうことが書いてありますね。はい。で、ラストバスパート1に DLC として配布された追加エピソードは含みますか？これは含みますよね。はい。含みます。で、ラストバスオブアスパート1をプレイするには、するのに、レフトビハインド残されたものを先にプレイする必要はありますか？これ別々でしょ？どうせどっち先でも大丈夫じゃないの？あれ？おぉ。あ、推奨はするけども、ネタバレ含むそうね。だから別に推奨するだけでプレイできるってことでしょ。で、あとは、予約
購入で何かあるかどうかとか、あとはな、PS4 版のリマスターとこれは関係ないでしょう。対応していません。うん。オンラインマルチプレイモードありますか？いいえ。ということで、オンラインマルチプレイモードありますか？いいえ。本作は2013年に発売されたザ・ラスト・オブ・アスのシングルプレイ用ストーリー本編のリメイクです。オリジナルのザ・ラスト・オブ・アスに含まれたオンライン、マルチプレイモードは本作には収録されていません。オンラインマルチプレイは現在 PS4 ザ・ラスト・オブ・アス・マスタードよりプレイが可能です。また、ザ・ラスト・オブ・アスパート1とは別にザ・ラスト・オブ・アスの世界でのスタンドアローンのマルチプレイタイトルを開発中です。開発中なんだ。こっちの方が情報としては重要な気がしてきた。このゲームは PC 向けに発売されますが、はい、開発中、はい。対応言語は、ボイスは日本語、字幕も日本語あると。PBO の番組、オリジナルストーリーに基づいたドラマシリーズを制作中です。はぁ、あ。これは よくわかんないな。で、このゲームは、どうしてこのゲームをリメイクしたのですか？結構鋭い質問だな。ノーティドッグは PS5 のハードウェアと技術を駆使して、ザ・ラスト・オブ・アースの決定版と言えるようなバージョンを作る時が来たと考えました。拡張されたアクセシビティ機能、現代的なゲームプレイメカニクスとザ・ラスト・オブ・アースパート2で実現した忠実性を追加することによって、より多くのプレイヤーに楽しんでいただけるようにしました。これらの機能拡充によって、ザ・ラスト・オブ・アースパート1のストーリーテリングがより豊かに仕上がっています。ほうとしか言えないな。さあ、ラストオブアスパート1では何が改良されていますか？多くのアップデートや独自の追加項目は、PS5 フィーチャー&プレイ、ゲームプレイトレーラーで紹介しています。はい。なるほどね。難易度グラウンドは発売時から選択可能ですか？ザ・ラスト・オブ・アス・パート1には難易度グラウンドが収録されており、初回のプレイ時からグラウンドの選択が可能です。これ、グラウンドっていうのがどういう難易度か書いてくれないとさ、何段階難易度あるかもわかんなくてさ、まあまあいい、難しいってことでしょ？うん。はい。ということで、ちょっと戻るか。あれ？上の方にスペック情報あったっけ？これ8690円だから、税抜きだと7900円、税込みで8690円かな。で、あとは、セロ Z ですね。はい。で、9月に2日発売となっています。はい。ということで、そうね。まあ、もう先に言っちゃったな。ラストオブアスを僕も、だから、実は PS3 版はがっつりクリアまで遊んでて、PS4 版はオープニングからちょっとプレイして、あとその、DLC の方のプレイをやったんですよ、僕はね。だから、なんでそうしたかっていうと、なんか、もう一回ね、もう体感して分かってるストーリーを最後までやる気力がなくて、やめちゃったんですけど、だから、そっからそんなに時間経ってないんですよ。はい。なので、ちょっと今からね、このね、あ、でもあれですか、あれか、PS5 か。PS5 のせい、今手元にもね、変えてないから、関係ないか。でも、これ PS5 持ってても僕がすぐこう手出すかっていうとちょっと厳しい気がするなぁ。だからやっぱり、こう、PS3 や PS5、4とかで散々こうラストオブアースの噂をとかね、評判を聞いてるけど、まだプレイしてなくて PS5 を持ってる人は、いいんじゃないですかね。うん、二回はプレイしなくてもいいと思うけど、一回はプレイしてね、価値はあると思います。はい。はい。なので僕としてはね、そんな感じにしときます。はい。ということで、この動画が役に立った方は、グッドの評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サッカンでした。